写真拡大。セリーグ、広島10対5阪神、18回戦、9勝9敗、4日、松田、スーとまっすぐに、夏の夜空へ打ち上げた。どんな劣勢、どんな状況でも、与えられた一瞬を逃さず、パッと強烈に輝けるのが原口だ。今年1月の大腸がん公表から、1軍公式戦では今季1号となる代打右越えツーランをかっ飛ばした。この夜は、0-7 と大差をつけられて迎えた5回西一塁で代打に登場。本来の姿と、この試合の流れを取り戻す必要があった。完封ペースで投げていた久典に対し、初球から振っていった。そして、痛烈に捉えた。右翼ポール際の最前列へ運び、あの球宴での2戦連発以来のアーチをかけた。昨年9月6日以来、332日ぶりの一発。7回無視一塁でも左前打を放ち、マルチ安打で3得点を演出し、矢野監督も控えのメンバーが打ってくれるのはチームとしてはいいことなので、ナイスバッティングやったとうなずいた。病と闘った冬から春。そしてグラウンドへ戻り、野球をまた楽しみ始めた初夏を超えて、原口のバットも真夏に温まってきた。前日3日には故郷の埼玉・寄居町で、より玉淀水天宮祭の花火大会があった。約5000発が夜空を彩り、関東一の水祭りとも称されるイベントだけに、少年時代からずっと、原口にとっても地元の誇りだった。1日遅れで一発、打ち上げてみせた。もっと悔しい夏を何度も乗り越えてきたから、今ここにいる。2013から15年は、丸々3シーズン、育成枠で過ごした。7月31日までに支配下登録を勝ち取れず失意の8月を迎えたことも、一度や二度ではなかった。それでも、どんな日も原口は原口だった。僕がそんなことで落ち込むと思いますか？何にも変わらないです。ずっとチームが優勝する力になりたい、なれると思っていましたし、毎日自分ができることに集中していたので。この日、夏の夜空にかけた一筋のアーチも、復調への強烈な意思表示だ。まだゲームがわからない状況で、追加点が痛かった。自分にはそっち、捕手として失点したことの方が大きいです。追い上げながらも、同学年の高野をゼロ風に導けず、3失点した6回を悔やんだ。とにかく勝利のために、原口はもっと打ちたい、守りたいともがく。長友康介。